こんにちは、タクです。はい、今月もやってきました、不二家のケーキバイキング。現在13ヶ月連続トータル16回目になる今回の目当ては、4月から続いている鹿児島県産一番茶抹茶のシリーズに、昨年より一足早い佐藤錦という桜ものシリーズ、あとは最近暑いということもあってか夏らしいさっぱりめのケーキが登場したので、それらを食べていきたいと思います。いつも通り60分製の2480円でショーケースから一緒に2つまで。ではいただきます。はい、最初に持ってきたのはドルチェシリーズを2つ。高単価かつ軽めのケーキなので食べ放題では大人気のメニュー。不二家ではドルチェを制するものは食べ放題を制すという言葉があるほどうってつけの商品。これはそのドルチェのさくらんぼバージョン。使われているのはもちろん佐藤錦。このさくらんぼが本当にね、めっちゃ美味しいんですよ。肉厚の果肉に重厚感、張りのある食べ応えと絶妙な甘さで、高級さくらんぼと言われるのも納得の美味しさです。下の方はいつも通りバニラムースですが、シャンテリークリームとさくらんぼのクリームも添えてあるので、いつもより爽やかな風味が感じられました。このドルチェはホームページ未掲載で、インスタの投稿画像には載ってたんですけど、どうやら6月の13日から19日の7日間限定だったらしく、まあこれは後から知ったんですけど、で今回やってきたのは25日の土曜日でもしっかり追いだったんですよ。本当にさすが全業店、もう品揃えが神すぎます。ちなみにこの日食べれなかったのはあんみつで、多分僕が来る前に売り切れたっぽいです。はい。そして今回のお目当ての一つが後ほど出てくるプレミアム抹茶のケーキなんですが、なんでそれが最初に出てこなかったのかというと、単純にこのドルチェ2つが僕が来た段階でラスト2個ずつだったんですよ。しかも店内満席で2、30分くらいで案内されたんですけど、もうずっとドルチェがいつなくなってしまうのかハラハラの状態で、もう待ってる間生きた心地がしなかったですね。でもなんとか無事に注文できてよかったです。まあ、そんなギリギリドルチェの2つ目は夏の彩りフルーツプリンドルチェで、赤肉青肉メロンに巨峰やイチゴ、黄桃といった夏がメインのフルーツとプリンが乗ったドルチェで、フルーツは全て国産にこだわったそうです。ちなみにこのフルーツの中で一番美味しかったのは赤肉メロンで、夕張シリーズを食べ損なった傷を少し癒してくれました。そして僕は出会えなかったんですけど、他の人によるとイバラキングというメロンを4分の1使ったケーキが4個限定で登場した店舗もあるらしく、まあ出会ってみたかったですね。メロンのドルチェも出会えませんでしたし、不二家のメロンにはなかなか会えない運命のようです。そして2皿目はこちらの2つ。まずは予告していたプレミアム抹茶のケーキ。不二家のプレミアムシリーズといえば、プレミアムショートケーキにプレミアムチョコ生ケーキの2つがあって、それに次ぐ3つ目がまさかの抹茶。やっぱそれだけ抹茶の人気が高いってことですよね。そんなケーキに使われている抹茶は鹿児島県産一番茶抹茶。いつもはシリーズものって、今回の佐藤錦とかみたいに、まあ、一気に4つとか出てくるんですけど、この抹茶は4月にシュークリームとモンブラン、5月に切り株ケーキ、そして今回と、まあ出汁を惜しんでるというかもったいぶってるというか。で味はレギュラーの濃い抹茶のケーキと比較して甘めの抹茶味、さらに上には黒豆と栗、金粉がまぶされていて、まあ、ちょっとリッチな見た目をしているのがまさにプレミアム。そしてこの組み合わせでなくてはならない存在、そう、小豆ですね。その小豆はというと、食べ進めた下の層にひっそりと隠れていました。抹茶の味も自分好みで、これだけいろんな要素を詰めて食感も楽しめるという満足な一品でした。多分これが最後でしょうが、また抹茶の新作が出てほしいですね。4つ目は不二家のショートケーキ12の物語から、ホールインワンナイスショットケーキ。様々な主人公に焦点を当てて、ショートケーキにまつわるショートストーリーからイメージしたスペシャルケーキというものらしいんですけど、6月の主人公はプロゴルファーの上田桃子さん。ということで、ケーキもゴルフボールに見立てたバニラムースや、ピンフラッグに見立てたペーパープレートがついています。メインは桃で、国産の黄桃と山形県産もちづき白桃を使っていて、桃も昨年は7月に登場していたと思うので、一足早くいただくことになりました。で桃も美味しかったんですけど、このクリームが北海道産のクリームチーズを使ったクリームで、コクがあって桃とめっちゃ合うんですよ。こちらのケーキはいつも通り22日に発売されて、終了日は書かれていませんでしたが、多分近々販売終了するんじゃないかなとは思います。このシリーズ最初の3個くらいは逃しましたが、まあ、ここからは毎月制覇できるように頑張りたいですね。まあ早速来月行けるか怪しいんですけど。ということで4つ食べ終えて
ドリンクはいつものようにお冷やを楽しみます。3皿目は佐藤錦のさくらんぼシリーズでミルクレープと釜焼き酒、モンブランは今回ごめんなさいという流れ。両方とも佐藤錦のクリームやソースを使ったケーキで、さくらんぼの強すぎない爽やかな甘さというのが夏らしくていいなぁと思いました。それにしてもなんで今年は昨年より一月早く登場したんでしょうかね。去年の5月から毎月訪れてるんで、まあ、ここからは月ごとに大体比較できるんですけど、確か昨年6月は閉店した北里病院前店でブルーベリーをいただいたので、てっきり今年もブルーベリーが登場するのかと思ったんですが、まさかのさくらんぼ。梅雨明けが今年は早いから、それに合わせてシリーズも早まったんですかね。まあ、そうなると来月登場するのは何かという疑問が出るのですが、多分一つはさっきも口にした桃のシリーズでしょう。白桃を使ったミルクレープやらが登場すると思うので期待したいですね。で、肝心のもう一つが何か、予想としてはまあほぼ初となるマンゴーか、一足早く巨峰でしょうか、もしくはダークホース的な存在でスイカが登場するのか、まあ、ほぼないとは思いますけど、期待を込めて大穴のスイカを願っておきましょう。まあ、純粋にスイカのケーキが食べてみたいです。ついでに話変わるんですけど、実は今月の12日に無事に24歳を迎えました。そうなんです、あまり知られてませんが、僕6月が誕生日だったんですよ。まあ、あんまりというかほとんど自分の誕生日に興味がないので、まあ人には言わないですし、特別な過ごし方もしませんけど、ちなみに誕生日当日はどう過ごしたかというと、まあ日曜日だったので、朝起きてブログを書いたりした後、業務スーパーに肉を買いに行き、帰ってきて筋トレをしに行って、でなんか編集をしたりしながら、ほぼいつも通りのご飯を食べて過ごすという、まあそんな何の面白みもない一日を過ごしましたとさ。はい、4皿目はフルーツのプリンショートと炭焼きコーヒーのティラミス。プリンショートの方は新登場とか見なかった気がするなと思いましたが、こちら5月の1日から発売されてたようですね。本当は最初のプリンドルチェと一緒に持ってきたかったんですが、まあ訳あってできず、ここのケーキのプリンはやっぱり崩れないために少し固めになってるのがいいんですよね。そして上のカラメルもソースじゃなくてジュレということで、わずかに通常のプリンとは違う感じが楽しめるかもです。間のフルーツはイチゴ、キウイ、黄桃の3種類。なのでプリンドルチェがあったら、そっちの方がフルーツの種類も多いのでおすすめですが、売り切れたとしても疑似的に味わえる配慮がなされているわけです。そしてティラミス。コーヒーに関しては無知も同然な僕なので、当然炭焼きコーヒーというのもよくわかりませんが、炭火を熱源として焙煎したコーヒーのことという、まあそのままの答えをネットで見つけました。実際に食べてみると、北海道産のチーズを使ったティラミスムースの下に、炭焼きコーヒーのエキスを染み込ませたスポンジという構成でした。が、肝心の炭焼きという部分はよくわかんなかったですね。コーヒーが苦手で味の違いが全くわかんないので、あー苦ーいくらいしか感じませんでした。すみません。まあわかる人にはわかるのかもですね。ここで最後の2つ。9個目は宮古島ハイビスカスのレアチーズケーキ。ハイビスカスのケーキ。というかゼリー部分がそうなんですけど、まあ、多分珍しいのかな。僕は初めて見ましたし聞きました。どんな味か想像つかなかったんですけど、思っていたよりも美味しくてびっくり。ハイビスカスはまあ夏を彩る南国の花で、ハワイアンといえばこの花ってイメージですよね。そんなハイビスカスのゼリーにブルーベリーや白ぶどうゼリーを使い、下にはレアチーズムースとスポンジという爽やかな一品です。そしてフォークが途中で障害物にぶつかったかのような衝撃があったんですが、中にはフィアンティーヌというサクサクした食感のものが入っていて、この香ばしい味がめっちゃ自分好みでした。最初はあまり期待していなかったのが正直な感想ですが、個人的にはこのケーキは味や食べやすさなども考慮すると、今回のトップ4くらいに気に入りという手のひら返しの評価となりました。やっぱ夏だとこういったさっぱりゼリー系が食べたくなりますよね。ラストは南の島のラムネゼリー。これは完全に飲み物でした。大半をラムネゼリーが占めていて、フルーツ缶で食べるようなみかんやゴールデンパイン、ナタデココ、チェリーがたくさん使われ、中心にはバニラムースが鎮座し、ご丁寧にヤシの木まで飾られています。さっきのハイビスカスの新感覚と違い、こちらは昔よく口にしたものが並んでいるので、どこか懐かしい気分になるような味って感じでしたね。特に言えばみかん。僕ね、あの缶詰に入ったみかんがめっちゃ好きだったんですよ。安いものだと100円で買えるのに大容量で、みかんも美味しければシロップもそのまま飲めるし、アイスやいろんなものに乗せて食べられるしと、使い勝手も良くて、もう学生生活のお供みたいなところがありましたね。
はい、最後の2つはめっちゃ食べやすくて軽いので、食べ放題の締めとして注文するのがおすすめです。ということで、6月の富士屋ケーキバイキングはこんな感じでした。やっぱ夕張メロンを逃したのが悲しいので、メロン単体を自分の誕生日祝いとしてプレゼントしたいと思います。ということでまた7月、行けるか確定ではないですが、まあ楽しみにしていてください。ごちそうさまでした。バイバイ。